おい、何が次回エヴァンゲリオンてんや、お前。おい、舐めとんか、こら、お前、おい。あのね、よくパチンコでね、パチンコの動画を載せた後にね、次回何々とか言ってね、その次載せる動画をね、予告しとるやつ多いけどね、なんやお前あれ、舐めとんかこら。これをね、まあ、日本で、世界で初めてやったね、今まあ登録者数、名前は出さんけどね、登録者数約8万人ぐらいのね、某、パチンコ動画投稿したね。いいと思うよ、俺は。この人はね、いいと思う。動画も面白いしね、常に、考えてね、そういう面白いアイデアを発信してってね。で、まあ、その、まあ、次回の動画を予告するっていうね、まあ、次回何々みたいなね、いいと思う。すげえいいと思うんだ。だけど、それをね、最近ね、真似するやつ、いろんなね、パチンコ動画投稿者おるけど、もういろんなやつがね、次回何々とか言ってね、次の動画の予告しとるけどね、正直、お前らが次回動画何を載せようが、関係ないし、みんな興味もない。だから次回とか鬱陶しいからね、もうやめろ。ね。で、まあ中でもね、まあいろいろ真似してるやつの中でも、特にね、まあ名前は出さんけれども、なんとかともとかいうね、名前をしとる、まあ俺は、今はエヴァ野郎って呼んだんだけどね、マクロスとかエヴァとかね、ちょっとね、知能指数が低い知恵遅れだもんでね、一つの機種しかね、打つことができないと。まあいろんな機種を、打っていろんなね、騎士の動画を載せることはできないと。まあ、非常に知能の低いね。猿に対しても失礼な、猿よりもね、知能の低い、やつがね、まあ、動画載せとるんだけどね。なんとか、友とかいう名前だったかな。まあ、特に、お前な、やめろ。お前は動画もつまんないし、いつもね、勝ったとか言ってね、低投資で大勝ち。もうつまらんその茶番はね、もうみんなね、見飽きとるし、動画もつまらんし、その、次回何々、やめろ、すぐにね。っていうかもう、動画投稿すんの、やめて、お前もう消えろ、っていうね。でもね、人のそのアイデアね、パクるっていうのは、俺はすげえ、いいと思うんだ。全然、人のね、アイデアをパクって自分流にアレンジしたりとかでね、動画に載せていくのは全然いいと思うし、俺もね、パクる。てか全部パクり。もうすべてパクリ。やり方から、もう動画から、打つ機種まで、もう全部ね、すべて必ず誰かのパクリ、俺はね。だからパクることは全然悪いことじゃない。し、むしろ俺はいいことだと思う。だけど、お前な、さっきも言った、つまらんから、次回とかね、パクって、次の機種の、次打つ、いや、次打つじゃなくて、次乗せる。機種の告知、いちいちやめろ。鬱陶しいからな。誰も、お前のね、動画に興味ないからね。ということで、まあ、俺はね、人の悪口は言わないんで、エヴァンゲリオン10の動画に行きますんで、見てみて。
九州で。そうか、苦手なのね、お父さんが。リトル神社、あなたに見せたいものがある。人造、エヴァンゲリオン、その初号機、我々人類の最後の切り札。父の仕事ですか。そうだ。
君の希望はドグマの爆心地に残る2本の槍だけだ。それが補完計画発動のキーとなって、僕らでその槍を手にすればいい。そうすればネルフのフォースインパクトを起こせなくなるし、第13号機とセットで使えば世界の修復も可能だ。そうだね。君ならできるよ。君とならだ。エヴァ第13号機はダブルエントリーシステムだった。二人でリリーの希望となろう。今の君に必要なことは何よりも希望、そして食材と心の余裕だから。いつも君のことしか考えていないから。ありがとう。ピアノと同じだ。二人一緒ならいいことがあるよ、シンジ君。行こう、カオ君。出撃します。
ません。